耳が気持ちいい。チキンハート。おえー。髪の毛イメチェンして心躍ってます。どうも、力うの涼介です。お願いします。はい、ということで、見ての通りなんですけれども、髪の毛ちょっとイメチェンしました。いかがでしょうか？ピンクは何回かしたことあるんですけど、結構好評で、まあ僕も意外と好きでやらせていただいてるんですけど、ちょっとみんなが思う僕の似合う色やったり、こういう髪型もしてほしいっていうのがあればコメントをお待ちしております。てな感じで始まったわけでございますけれども、今回はですねちょっと遅くなってしまったんですけれども見ていきたいと思います。 BE:FIRST でギフテッドオーケストラバージョン。今回 BE:FIRST のギフテッドっていう曲のオーケストラバージョンが出たということで見ていきたいんですけれども、3月11日に公開されたということで、まあこの日は311という日でもあり、相方ちかやくんの誕生日という日でもあり、すぐにでも見たかったんですけれども、じゃあなぜ一人なのかと言いますと、ちょっと先週僕が体調を崩していて撮影することができず、今週はちょっとちかやくんが体調を崩しまして僕一人という状況になっている次第でございます。なのでちょっと見ていきたいんですけれども、チカラグでも以前ギフテッドはリアクションしているんですけれども、今回オーケストラバージョンということでどういう世界観になっているのかっていうのが楽しみなのと、まあリアクション系 YouTuber ってのもありますけれども、一ベスティとして楽しんでいけたらいいかなっていうふうには思っております。まあいつも通り1回目通してみて2回目止めていこうと思うんですけれども、今回はもう聞き入ることがメインなので、もしかしたら2回目はもうストップがほぼないぐらい、ただ2回見るような動画になってしまうんじゃないかなっていうふうには思っておりますので、今回もベスティの皆さんとフォローを踊らせながら楽しんで見ていきたいと思います。それでは行きましょう。よろしくどうぞ。チカログ。それでは早速見ていきたいと思います。オープンザ PC。 はい、ということで今回オーケストラバージョンを見ていくんですけれども、完全にオーケストラの前で歌って踊るっていう雰囲気なのかな。今回360リアリティオーディオというソニーさんとのコラボになってるんですけれども、各楽器に位置情報がついて、こう空間オーディオってやつですねができるので、聴ける方はぜひねヘッドホンなどこう密封された空間で見たり聞いたりするのが一番いいのかなと思いますので、ただ今回僕はこのイヤホンでやっていきたいと思います。センキューイヤホンでございます。では早速見ていきたいと思います。 BE:FIRST ギフテッドオーケストラバージョンです。ポチッとな。音量マックスでいきますね。うるさいかな。ヘッドホンで、やっぱヘッドホンで見るのがいいよな。すごい、もうすごい。あ、ちょっと音大きすぎる。すげえ。ファイナルファンタジーとか始まりそう。この入りだけやったらギフテッドって分からへんね。おえははは。入りからやばいな。チキン肌が止まらん。かっこいい。シュンティーの色気えぐ。あかん、耳が気持ちいい。やばーい。また全然雰囲気変わるね、やっぱり。はは。体効くな。いやー気持ちいい。いやーいいなー、こんななんかちゃんと見るの久々やな。やっぱ多分初めて聞いた時よりダントツに全然こう上手くなってる気する。あー全然ちゃう気する。
安定やな、マジで。このブレがマジでない気ですね、ないつも。おー、照明ありき。おー、かっけー、やば。りょうきくんの表情、ほんまエロい。おー、粋な照明。マジで見てまう。かおもろいわ。なんやろ、めっちゃ何十回にって聞いてるけど泣きそうなんだわ、なんか。あはは、いえぐい綺麗。あーい、最後はでもジュノン君とマナティはやらんねんな、あれ。チキン肌止まらん、しゃれてる。はい、ということで1回目見終わったわけでございますけれども、なんやろう、ベスティとしてもそうやし、チカログとしてもこうやって追ってきてて、親の気持ちではないけれども成長を感じるというか、まあ、毎回こんな偉そうなこと言えないんですけど、まあ、動画ごとにライブごとに確実に曲一曲の成長が見えるという部分もあるし、このギフテッドっていう曲に対するやっぱみんなの思いの詰まり方もそうやし、ここでこの曲をやるっていうことにも意味があると思うので、やっぱ見てて超絶チキン肌は止まりませんでした。美術の成長であったり、歌ダンスの成長であったりっていうのをこう一緒に噛み締め合えたら嬉しいなっていう風に思ったので、一応2回目見返していきたいと思います。ただほんまに止める回数少ないかもしれないので、一緒に楽しんでいきたいと思います。それでは2回目見ていきたいと思います。リハーストギフテッドオーケストラバージョン2回目です。ポチッとな。これね、 Apple Music にもあって聴くのは弾いてたんですよ。何よこの曲ってなって、やっぱ動画ってなるとチカログで見れない部分が多いんで、この入り、これマジで1回ライブで見たいな。これ楽譜見えてんのかな、みんな。ここちょっと歌に入る前にこのライトの BMSG のタイミングでつく感じ、俺めっちゃ好き。いいね、前を見据えて。いや、一発目からの雄平くん。これね、ゆうへいくん髪色が青になってんのかな、これは。ってことは結構最近撮った映像なのかなっていうふうに思ってて、またそんな細かい情報もあればコメントで教えてください。もう髪染めてるもんな、マジで。これちょっとさ、このマナティやばない？美しすぎん？さっきも言ったんやけど、歌のことは全然わからないんですけど、音程のズレってマジでないよなと思ってて、精密機械のような、聞いてて安心感がすんごい、マナティは。はい、これね。ライブでどれほど沼らしてくるか。シュンティの表情かな、俺は結構好きで。ギャッ
部分もある。ちょっとやんちゃな部分もあるし、憎い感じもあったりするし、笑顔が可愛かったりする、そこの差に結構やられるよね。これシュンティーファンには分かってもらえるかなと思います。やばい。はい、リョウくんちょっと切ったよねこれ髪の毛。リョウくんって見るたんびに男前度増してる気するよな。大人な感じが出てきたかな。色気、ラビットを見る感じではそんな感じではないし、めちゃくちゃ面白い方やねんけど、ライブになった時のこの BE:FIRST の背骨というか、安心材料の元になるような存在やなっていうふうにはめっちゃ思いますね。いいねえ。ジュノン君ここちょっとダンスを見たいんやけど、あんまりここは強く踊ってないと思ってて、力加減を曲調に合わせてるなと思ってて、見せ方としては見せたい箇所が下半身にあるから上半身がブレない、そこが全員揃ってるから不思議かつ揃って見える。ここで、ここを聞いてんねんな。ドゥドゥっていうのは。の、ドゥルルのこの、シュンティーかなが見ててめっちゃわかりやすい。音を取りまくってる。いや、いいね。しっかりストップ聞いてるし。いやー、りょうきくんいいな。好き。これね、マニアックポイントなんですよ。ここを好きっていうのは多分ダンサーかなっていう部分、このちょっと前のドゥっていうこのワンカウントが後ろの重みと被ってめっちゃ見てて気持ちいいんですよ。この後ここいいね。いや、久々にちゃんと見るとやっぱいいよな。いやー、なんかさ、全員余裕感がクロートなんよ、もう。プロやなー、マジで。無理のない感じ。ここ好き。なんか、踊り方も上品な感じがする。今の BE:FIRST やから出せるオーラを感じる。これは見てて気持ちいいね。沼やな、やっぱ。今のさ、しかも細かいけどさ、マイクのこの触り方というか、何この質感、ここに惚れる女性はいっぱいいると思います。男性でこうなってるんで、この後ここ、これさ、勝手なイメージでやっぱりさ、ソーチンはダンスっていうイメージが昔は強かったと思うんやけど、マジでソーチンの歌が気持ちよく心地よく入ってくるようになった。やっぱそこも俺がソーチンやったらネックな部分かなと思ってて、歌って踊れるやから、ビーバースやっぱり歌うまいメンバーしかおらんってもあるし、そこにソーチンのラップのみじゃなくてシンプルに歌がうまいって思えるようになったのがなんか嬉しい。もうダンサーが出ちゃってるからね。うわー、えぐい。すごいなー、みんなやっぱここにかけてる思いが感じるよね。ありえないでしょう。いやー、りょうきくんの男ええなー。このさ、俺が盛り上がってる場所がほんまただのベスティで申し訳ないんですけど、りょうきくんの目力と目線、もう前しか見てない感じ、かっこいいわ。りょうきくんって男が惚れる男だな、マジで。エロい、ほんで。ここ好き。
おお、このまず龍平くんの歌い方のためが元ある音源とは全然違う、これの音源音圧に合わせた歌い方をしてる風に思うし、その後のタラララっていうずらし気持ちいい。ここ見えすぎ。やっぱためが違うね、りょうくんも。うわ、綺麗。ここやっぱ、うわ、シュンティー強え。マジでブレへんな。見せたい箇所を見せるって結構難しくて、簡単に言うと、この親指の動きを見せたいですっていう時に、こう、他の指が動いちゃうと、どの指見せたいの？っていう風になるのと一緒で、下半身を見せたのに上半身がこう一緒にブレると結局全身で見せてしまってるから、上を止めて見せたいところだけを見せるっていう技術が洗礼されすぎてて、見ていて気持ちいいね、ほんまに。軸がしっかりしすぎてる。いやいい、ははゆうちゃんめっちゃ笑顔するやん。むちゃくちゃ男前やな。この上見てる感じいいな。いやー来た。はーい、ちょっともう一回見るんですけど、装置だけ滞空時間がちょっと違う、人より飛んでる。ピタって止まるのやっぱすごいな。この後ズンズンズンタン、すげえ。来るよ。一旦最後に見ますね。テレルンテレルンって、こんな綺麗な音聞こえるの。はい、ちょっと終わる前に最後の人暴れだけもう一回見ていきましょう。なんか暴れてるけど、スキルのレベルが高すぎてまとまって見える。心が浄化された気分ですわ。今回のこのオーケストラバージョン、この3月11日に出してくれるという心、そしてみんなのこの感情のこもった見てる人に伝わる表現、全てにおいて最安の子でございます。いやマジでたまらんすわ、めっちゃ好き。一旦と思います。チカログ。はい、ということでオーケストラバージョンだったんですけれども、いやめっちゃ好きやわ、たまらん。これさ、大阪のライブで次やってくれんかな。この日にあげることもそうやし、この曲に対する思いもそうやし、このオーケストラでやる意味っていうものに対しての真摯な向き合い方がこの動画から伝わるってほんまにすごいことやと思ってて、人の心なんか見えへんからさ、それをエンターテイナーであり、アーティストであり、表現、人の心を動かすっていうのはめちゃくちゃほんまリスペクトやし、そういう YouTuber になりたいなって改めて思わせていただいた動画やったなと思います。4月の京セラドームでのライブに僕も参戦させていただきますので、その時にこれやってくれたらもう泣けるやろな、マジで。まあ、これもそうやし、東京では披露したけどまだ知らない楽曲が存在するっていうことに心が踊りまくってるので、1ヶ月後やけど楽しみすぎるし、近谷くんが行けなくて僕だけになっちゃうんですけど、ぜひ見つけた際にはお声掛けしていただけたら嬉しいでして、てな感じで YouTube チカログは年内チャンネル登録者数10万人を目指して日々楽しく頑張っております。この動画が良かったなと思ってくださった方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして僕たちの SNS も概要欄の方に貼り付けておりますので、そちらもポチポチポチとフォローのほどよろしくお願いします。てな感じで今日はこれで終わります。せーの、バイバーイ。